こいつに、こいつにこのスイングさせといて、スイングしといてね。じゃあもうドラムソロみたいになるでしょ。で、擦り方をハイハットについていけば、だんだん大きくしてて、大きく取って速くして、こんな感じで。ブラシってめちゃくちゃ表現力があって、こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はブラシの、ブラシでどうやってグルーヴさせたらいいですかみたいな話と、ブラシでこう演奏中このサーっていう流れがこうアクセントをつけると途切れてしまうのでどうすればいいですかとか、ベースに合わせてこう突っ込んだら結局こうみんな走っちゃってうまくいかないんですけどどうすればいいですかみたいな話が、まあ、ブラシ以外にもあったので、まあ、この辺を全部ブラシで、説明していきたいと思います。ブラシってめちゃくちゃジャズのこうね、演奏としてはこれ何ですかみたいなね、こう演奏終わったらあのほうきみたいな何ですかってよく言われるんですけど、まあ、あのこのブラシというこうこれ鉄でできてワイヤーでできているものとプラスチックでできているものがあります。こういうやつね。で、中に収納できるものもあるんですが、たまたま今これあったやつはちょっと収納できないやつなんですけど、これこうやってなんで収納するかって、ここがねこうすぐこう折れ曲がっちゃったりするから収納しておくと長持ちするよっていうだけの話なので、綺麗にこうねケースの中に入れとけばこのままうまく、保存できると思います。ピヨーンって出ちゃったりすると困るんですけどね。そういうのは、まあ、ペンチで抜いたりします。はい。で、ブラシっていうのは、基本的には僕はあのエド・シグペンというピーターソンのバンドの、ドラムの人にねブラシをちょっと教わったことがあって、まあ、その人のビデオを見て勉強して実際生でお会いして何回か、やっていただいたんですけど、まあもうあのビデオのままですよ。で、結局ティックタックティックタックティックタック。ブラシっていうのはこうしなったところで叩かないとリズムが出ないです。こうやってやっちゃうと ぼやっとしちゃうので、なのでこうキュッと握ってこう先がこうしなったところの先を当てるので、このスピードがつくんですね。なのでブラシで練習してるとすごいあのドラム自体がすごく音がはっきりする。スティックでやっても結局こう弾く癖がつくので、非常にいいと思います。なのでこれでルーディメントなんか練習するとすごくいいと思うんですけど、でティックタック、これでアクセント、ノーアクセントで、実際のアクセントの記号がついているところはフラットサウンドって師匠やってましたけど、フラットサウンドってここら辺をこうダメに押し付けるみたいな、こう叩いちゃうとパチンって言っちゃうので、叩いた後ちょっとミュートかけるみたいにこうダメを押し付ける、このこれがアクセントに使えます。なので、シンバルレガートっていうのはティックタックティティックタックティティックタック、でもシンバル叩くとこう残響があるでしょ。でこの残響を左手で表現します。で、まあ、何回もやってるんですけど、グルーヴ出すときにポイントで皆さんよくなるのが、オープンクロスっていうのはみんなできてるんですけど、左手が擦るのがこっちで叩いてみると、スシャ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 とこうこの擦るところで出てるリズムとこのこっちで出してるリズムがずれちゃうわけ。これでグルーヴが出ない人がめちゃくちゃ多いですね。なので、こ擦り始めたところが1なので、こうイメージ的にはね、こういうイメージ。こうクロスオープンクロスオープンをこうやってやっていくとイメージ的にはこうです。なのでカッカッカッカじゃなくてワンツーワンツーのイメージです。そうだからこうブランコをこぎ入れるみたいな、ね、ワンツーワンツーワンで左手をそのままこうやってやるんじゃなくてそのまま落として
これ別にこっちでね叩いてもいいんだけど、こっちで叩くとこれ引っかかっちゃってこうね演奏が途中で途切れたりすることもあるので、まあできるだけこう交差してあげると、こういう感じですね。これがすごい大事です。で、まあこれがうまくできてるとアクセントやった後も打ったって合わせた後にシャーなんかこう、このパルスをね絶やさないようにすればかなりうまくグルーヴできることができます。で、ブラシの音よりも僕は大事だと思って、スイング感で大事なのはハイハットだと思ってて、なので僕おもちゃドラム叩くときもカホン叩くときもできるだけ左足のタンバリを踏むんですね。でこのハイハットの位置っていうのがスイングのポイントにもなるし、走らないポイントにもなるっていう、すごく重要に大事なので、でベースが四分音符を弾いていって、ベースがポン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 とこう弾いて、こう要はトップを弾く、要は4拍ある中でその拍の頭ぴったりで叩いちゃうと、拍の頭っていうのは安定してるんですね。なのでベースは拍の頭よりちょっと前に弾こうとします。でないと推進しないから、落ち着いちゃうからね。トントントン、ちょっと前を前を前を弾こうとします。だからブラシなんかのこのこれはついていってもいいです。で2/4は2拍4拍は8ビートの時もそうですけど溜めるでしょ。でその溜めたところでスイングするんですね。だからベースが1234って言って2と4のところの発音したところのちょっと後ろ、ちょっと後ろを弾いてあげる。これがすごい大事です。いきます。 1,2,3 このベースラインに対してこのぴったりだとこのよくなるのはみんなベースという、これはみんな走っちゃう、落ち着けないですね。なのでトントントン、ベースが通り過ぎたちょっと後、これがあると手が例えば もっと前を叩いても、ずっと前を叩いてもこれが食い止めてくれるし、これがスイングさせてくれる。これがねこのため具合が、これまちまちじゃダメなの。じゃあハイハットしっかりやると、じゃあ手はどうかっていうと、これでスイングしてるんで手は例えばもう全然関係なくても、でさっきやったみたいにビート出せば、要は左手でちゃんとこう出せばスピードが上がって聞こえるでしょ。だから同じテンポだけど左手をゆっくり大きく取る、こういう風に取る、っていうのもできるし、今度はブラシをちっちゃくやるとシーって感じで大きくしていく、一拍ずつ回せばもっと速くなるから、といった具合にね、ブラシっていうのはものすごくこの擦るタイミングのとこがポイントで、大きく擦ってこいつにこいつにこのスイングさせといて、スイングしといてね。じゃあもうドラムソロみたいになるでしょ。で、擦り方をハイハットについていけば、ちっちゃくだんだん大きくしてて、大きく取って速くして、こん
な感じでブラシってめちゃくちゃ表現力があって、音量大きいとことかはもうシンバルとかバッチリ叩いてあげればスティックのちっちゃいよりもずっとずっとでかい。ブラシからスティックに持ち替えたら必ず盛り上がると思ってる人もいるんですけど、スティックのちっちゃいところと例えばブラシの大きいところだとちっちゃいところからこんな風にブラシのフォルテッシモはスティックのメゾフォルテよりも大きいぐらいな感じのイメージですね。ブラシって大きくこすったり大きくちゃんとしっかり叩いてあげればかなり盛り上がれるので、もうブラシだけで1曲いくっていうのはもう全然できます。なのでこういう表現力がないと、もうあのブラシをこするイコールこれだと組み立てようがないので、ちっちゃいところを開いてはゆっくりこするみたいなのがいろいろできるといい。じゃあハイハットなかったらどうするかっていうと、このシンバルレガートは全部トップだとおかしくなので、2音だけ貯めてあげれば当たり前のようにこう同じようにハイハットの役割をするし、ジミーコブみたいなスタイルだとレガート自体は全部ベースと突っ込んでいってハイハットで食い止めるみたいな感じ。フィリジョーとかアートブレーキーとかは2音をしっかり貯めてレガートするので、ハイハットがなくても成立するみたいなスタイルですね。でトニー・ウィリアムスとかジャック・ディジョネットになってくると、シンバルレガートもハイハットも全部レードバックし始めるので、そうするとベースがトップにいてそこからの距離っていうことが自分でうまく取れる、要はイーブンエースのスイング感っていうのがあるんですけど、これが一番難しいんですけど、こういったなんかいろんな組み立て方がいっぱいできますということで、なのでブラシだけでもめちゃくちゃいろいろできるので、今みたいなポイントです。特にハイハットの位置っていうのがすごい大事で、ハイハットの位置さえ取れてしまえばなんかスイングってうまくできるようになるので、そこら辺をもしよかったら練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。